でヴァンフォーレ甲府の上野監督、一プレー一プレーに拍手を送りながら戦況を見守っています。はい、裏を狙うボールが通る、旗がない、シュートが決まる、先制点は愛媛 FC、 これで9試合連続ゴールとなります。一瞬の隙でしたね。はい、裏のパス、19番藤本、こちらのシーンです。一瞬でしたよね。はい、一瞬オフサイドかなというの見えたんですが、はい、そうですね、いいタイミング抜け出しでした。いや、見事でしたね。ちょっとリマ選手も一瞬うっと思ったんでしょうかね。ちょっと出だし遅れましたかね。ちょっと遅れましたよね。いや、注目に挙げていた藤本義樹、2試合ぶりのゴールとなります。まあ、この藤本選手の斜めの動きですよ。